夜中に一人でため息をつくなんて、あなたらしくないわ、リタ。深夜に私の部屋にいらっしゃるなんて、あなたらしくありませんよ、副寮様。誤解しないでちょうだい。今夜は雲がなく、星を観測するのに最高のタイミングなの。そして、あなたの部屋は豪華とは言えないけど、眺めは他の部屋よりもずっといい。だから来ただけ。何か。ただ、まさかあなたがまだ眠っていないとは思わなかったわ。よく夜更かしするものですから。こんな静かな夜に限って人間の脳は冷めてしまうんです。そしてこんな静かな夜にだけ人は普段の警戒を解いて真実の姿を見せます。ふふ、面白い言い方ね。その通りだったら今私の前にいるあなたも真実の姿ってことかしら。今私の前にいる副寮様だっていつもと違う姿ではありませんか。どうやら私たちの魂はどちらも遠い星々と比べたら少しも面白くないようね。それなら星に詳しい副寮様が私のために星を少し教えてくれませんか。あら、星に興味があるの。未知のことに対する好奇心は人間の本能の一つですから。いいでしょう。ただ星は二言三言で説明できるようなものじゃないから、今日は簡単で分かりやすいことだけ教えてあげる。あの一番明るい星は見えるかしら。あれは北極星と呼ばれる星よ。他の星とは違って位置が変わらないから、旅人たちは北極星を見て方向を確認するようにしてるわ。ええ、確かに明るいですね。北極星からそう遠くない場所に秘釈の形をした七つの星があって、それが北斗七星ね。土平が東を指せば春、南を指せば夏、西を指せば秋、北を指せば冬。古書にもそういった文章があるわ。まだ暦ができてない時から人々はこうして天体を観測して四季を把握してきた。近頃また寒い日が増えたけど、今夜の星を見ればもう少ししたら春がやってくるわ。リタ、星が落ちるのを見たことがある？星が落ちる、副寮様、それは流れ星のことでしょうか。流れ星が夜空をかけた時に願い事をすると、それは未来で現実になると聞きました。もちろんそれは人々の願望に過ぎませんが。いいえ、それはどうかしら。はい、リタ、流れ星に願い事をしたことは？私がそんなことをするような人に見えますでしょうか。それもそうね。でも今夜機会があったらやってみるといいわ。確かに星は何も助けてくれないけど、願い事を口にした時から私たちは自分自身に暗示をかけることになる。その暗示はまるで夜空の北極星みたいに私たちに進む方角を教えてくれる。
もしかしたらそれは別の形で願いが叶っていることになるのかもしれないわね。さて、もうこんな時間だし、本の整理もあるから戻るわね。副領様は相変わらずお忙しいですね。そうだ、部屋の前の荷物は後で片付けなさいよ。かなり大きいから廊下に置かれたままだと邪魔になるわ。荷物ですか？しかし私は。それと、お誕生日おめでとう、ビタ。さすが副領様と言うべきでしょうか。誰にも話したことがないのに、どうしてわかるんですか？たまたま知っただけよ。たまたまですか。それなら今夜こうしてお話ししたのもたまたまなのでしょうね。さあね。おやすみなさい、ビタ。ありがとうございます、副領様。おやすみなさいませ。方角を教えてくれる北極星。残念ですね、あなたがまだ気づいていないとは。いいえ、きっととうに気づいたはずです。この虚無の海の中で進む道を教えてくれる星空なんて